父ルーラーシップ、母サンビスタ、牝馬関西、住井勝彦厩舎入厩予定。牝馬として史上初めてチャンピオンズカップを制し、歴史に名を刻んだサンビスタの初年度産駒です。当歳時からの成長が著しく、幅があり、大きな友は迫力満点の馬体です。動きは力強く、立ち居振る舞いも実に堂々としています。気の強い性格は母譲り、父も母も手がけた住井調教師にとっても思い入れはひとしおで、多くの人々の期待に応えられる競走馬となってくれるでしょう。